奥からゆっくりゆっくりとやってきたのは電気機関車 EF510 の4号機。日本海中間線をずっと伝ってきたのでしょうか。子供の頃貨物列車を見た時はその電気機関車のうるささと、これ停車してから動き出すまでに貨車がガタガタガタンと大きい音を立てて出発するので、まあものすごく怖かったのを今でも覚えています。出発していくのは特急サンダーバード。そう、ここは北陸金沢駅とそれから関西方面の中間地点あたり、北陸本線の敦賀駅です。ご覧ください、これ2023年の春開通予定の北陸新幹線。深山トンネルと読んでしまいがちですが深山トンネル、これも2020年の夏あたりに貫通しています。いやー、着々と金沢から敦賀までの延伸ルート、新幹線ルートが建設されていますね。これ反対側、さらに敦賀から大阪方面、関西方面へとゆくゆくはつながるものかと思いますが、ここから先はまだ新幹線の高架線は建設されていないみたいですね。さあ、そんな新幹線の建設が進む敦賀駅から今回乗車する路線は関西一の高速路線。もともと設計当初から特急列車などが高速で走行することを前提として作られたので、列車がバンバンとスピードを出す、そんな路線が存在をしているんです。さあさあ、まずはこちら敦賀駅を出発。北陸本線も一昔前までは普通列車でさえ三段式の寝台特急を魔改造した列車が使われていたりだとか、鉄道マニアにとってはまあそれはそれは鉄分多めの路線だったわけですね。映像奥側、舞鶴の方に行く小浜線と分岐し、まずはこちら北陸本線に乗車をしていきましょう。その高速路線というのは北陸本線ではありません。この先の駅から分岐をしていくんですね。さあ、到着したこちらの駅、注目していただきたいのはこのホームの長さ。まあとにかくホームが長い。昔の特急列車、優等列車の名残でしょうか。このログハウスっぽい駅舎の中には鉄道写真がたくさん飾られている。福井県最後の新引田駅を出発したら、列車は福井県から滋賀県内に入ってきます。トンネルを抜けて列車は先ほどの新引田に負けないぐらいの長い長いホームへと入線。この駅が近江塩津駅。北陸本線はこの近江塩津から琵琶湖の東側の方に入っていきますが、この列車が向かうのはここから先、その高速路線というのは湖西線。もうその文字通り琵琶湖の西側を経由して京都の方まで抜けるわけなんですが、この湖西線が超高速規格な路線というわけなんです。さあ、ここでずっと走ってきた北陸本線と分岐、こちら側湖西線は琵琶湖の西側へと入っていきます。湖西線内に入ってからはそれまでの北陸本線の景色とは一変、かなり高いところを走っています。山に挟まれた地形、そして田んぼが広がっており、一軒家がポツポツとあります。そしてその先には琵琶湖が見えてきました。まあかなり高い位置を高架線で走行しているので、これ速度 2.5 倍速ぐらいしたらおそらく新幹線の車内から見える景色とそこまで変わらなくなるのではないでしょうか。それだけダイナミックな景色が広がっています。琵琶湖の奥に見える山々は先ほど分岐した北陸本線が走る琵琶湖の東側。この湖西線、北陸本線に代わる関西と北陸の短絡という目的、高速走行を担う目的としてここ線路が通されることになりました。なのでご覧いただいている通り、ほとんどの区間がトンネル、それから高架線になっていて、踏切が一切設置されていないんですね。これご覧いただくと、もうまっすぐ道路と並行しての高架線。それまで大阪から北陸方面への特急列車は全て北陸本線米原経由で運行していましたが、1974年に湖西線が開業、そしてその翌年の75年にはどんどんと関西とそれから北陸新潟方面を結ぶ長距離列車が湖西線経由になりました。一番最後まで湖西線ではなく北陸本線経由で運行していたのが急行北国号ですね。ただその急行北国も定期列車から引退した後は臨時列車になり、そして臨時列車の運行ルートはこちらの湖西線経由となりましたね。さあ、列車は近江今津駅に到着するところ、ここら辺も気候の変動が激しいのか雨が降ってきてしまいました。
途中近江今津駅を出発、増結した新快速はまだまだ南へ南へと目指していきます。そうするとなんだか正面に車両基地のようなものが見えてきました。これ実は夜間停泊なんかをする列車がこの線路4本のあるここ留置線の中に入っていくみたいです。屋根があるのは北陸の雪から電車のパンタグラフを守るためだとか、そういった工夫、北陸ならではの工夫も見受けられます。この湖西線の区間、まあ、今新快速はそこまでスピード出していませんけれど、特急サンダーバードなど大阪それから金沢方面を結ぶ特急列車やこちらの新快速は最高速度130キロまで出すことができます。ただ驚くべきことにこれ1985年に当時のサンパー1系の電車が高速試験走行を行って、その際に湖西線内で日本の在来線の最高速度記録である 179.5キロっていう速度を記録しているんです。いやもう本当に凄まじい。かつて運行していた最高速度160キロの 6パー1 系特急白鷹号、それから現在も運転されているスカイライナー160キロをはるかに上回るスピードでの高速走行試験に成功しているんです。さあ正面からやってきたのは115系電車、緑色の塗装がなされていますね。湖西線ではこの新快速のような一見新しそうな電車や、もしくはそういった115系のような国鉄時代からあるような古い車両も見受けることができる、まあ、そんなギャップのある路線でもありますね。実際に京都駅から近江塩津駅、北陸本線と湖西線の合流するポイントまで米原経由と湖西線経由で比較してみると、湖西線経由の方がだいたい79キロで米原経由の方が99キロ、まあ、単純に湖西線経由だと近江塩津に出るまで20キロ短縮して移動することができます。またさらに特急サンダーバード号、特に日本最速の特急サンダーバード37号なんかは京都を出発すると湖西線内は全飛ばしで150キロノンストップ、次の停車駅は福井と、大阪から北陸方面への移動に関してはこの湖西線はその速達化に大きく貢献していると、そういうことが言えます。おお、いつの間にか車窓がもう山奥の景色になってきました。トンネルを出たり入ったりを繰り返すこの湖西線、このように、まあ、勾配を登るってなると、まあ、トンネルがない区間であれば通常の路線だとループ線だったりとか、ちょっと遠回りして距離を稼いで勾配を登ったりするんですが、ここ全部トンネルでぶち抜かれているのでほぼまっすぐ高速走行をずっと続けることができます。これ今カーブを走っていますが、カーブもなるべく急カーブを描かず緩やかなカーブにと、そういった線路の設計がなされているんです。ちなみに最大勾配は 11パーミルと、在来線の中でも、まあ、かなりの高規格で設計されています。またこのね、湖西線から見える景色もたまらないんですよね。琵琶湖、まあ、ただパッと見てで、これがなんか湖西線乗ってるって言わなければなんか海を見ているようなそんな感じ、錯覚にも陥ります。車窓、進行方向、右手が山、左手が琵琶湖、海と山に囲まれ、そして正面にはトンネル、ものすごく情報量の多い車窓で、ずっと全面展望をしていても車窓を見ていても飽きることがあんまりないんです。思えばこの湖西線もブルートレイン末期まで活躍をしていた寝台特急日本海号、寝台特急トワイライトエクスプレス号や特急雷鳥、そして青森と大阪という、まあめちゃくちゃ長い距離を運行する日本海中間線、特急白鳥号なんかも運転されていた、まあかなりの名列車が運転していた、そんな歴史ある路線ということになります。雨が止んだと思ったらまた雨が降ってきました。この気候変動が激しいのも湖西線の大きな特徴です。この進行方向右側の山側の方からは風が吹き降りる関係でかなり強風が吹きやすくなっているんです。さあそろそろ近江舞子駅に到着。かつては大阪京都方面から来る新快速列車もこの近江舞子止まりだったみたいですね。内側には2本線路があって2面4線の駅、田んぼを挟んで車窓、右手に広がる景色はおそらく平山地、琵琶湖、西側の山々が連なっています。あっちの方から風がビューッと吹き降りてくるんでしょう。近江舞子駅を出発するとそれまでほとんど各駅に停車をしていた新快速が化けます。
ここ次の停車駅は片田駅なので、途中の駅、途中5つの駅を高速で通過。ゆくゆくは金沢、そして敦賀を経由して京都、大阪の方面までつながる予定の北陸新幹線。現在ではそのルートが小菅線のさらに西側の方、小浜市なんかを経由して京都の方まで結べるルートがざっくり決まっているみたいなんですが、ただ当初はこの湖西線に沿うようにして、この琵琶湖の西側を通るルートっていうのも検討はされていたんですね。ただやはりそこで懸念されたのが、今でも湖西線の問題になっている平卸し、平山地の方から琵琶湖に向かって吹く風が湖西線の特急列車や他の列車の運行を妨げ、そして、かなり、遅れの原因になっている。それが懸念されて結局このルートは外されてしまったみたいなんです。ここまでバッチリスピードを乗せて京都方面へと向かっている湖西線、ただこの後この先で湖西線の弱点が明るみになることとなりました。ご覧ください、これ正面の信号は赤、そして窓にまとわりつく大量の水滴、手前に見えているのは小琴温泉駅。この新快速は本来通過するはずの駅なんですが、その手前のトンネルで止まってしまいました。ただいま小琴温泉駅手前で停車をしております。新しい情報が入り次第お伝えいたします。ご利用のお客様には列車が遅れますことをお詫び申し上げます。これこそが平山地の方から湖西線を通って琵琶湖方面に吹く平下ろしの実力なのでしょうか。湖西線が強風の影響で運転を見合わせてしまったんです。このトンネル内でだいたい30分ぐらいですかね、待たされて、そして信号がやっと黄色に、ゆっくりゆっくりと列車が出発。どうやらこの新快速列車は途中正面にある本来停車するはずのない小琴温泉駅で一旦停車、ドアは開かず運転再開の見込みを待つみたいです。ドア扉は開きません。ただいま速度を落として運転を再開しております。小琴温泉到着後再度運転を見合わせます。これが高速規格湖西線の弱点。このように湖西線内で強風が吹いた際には、この区間を走行する特急サンダーバード号なんかはこの湖西線ではなく北陸本線米原経由でよく敦賀の方まで出て琵琶湖の東側を迂回して運転する、そういったことがよく見受けられますね。頻繁にやっぱり湖西線内では強風の影響で列車が遅れたりすることがあるみたいです。一旦大琴温泉駅に到着。これ外を見ていただいても木々が全然揺らいでいないんです。風なんか全然吹いてねえじゃねえかと率直に思いました。ただちょうど僕のチャンネルの視聴者さん、神戸の方に行く関西の方にお話を伺ったところ、やはりトンネルを出たり入ったりするだけでもうその前後で全く違う気候が繰り広げられているらしく、おそらくこのトンネルを抜けた先、またさらにその先の区間できっと強風が吹いているのだろうと、そういったことを教えてくださいました。いや危ない、幸いなことにだいたい30分から40分程度で運行は再開、信号が青になりました。いやこれから新快速の回復運転が見れるのでしょうか。その1分1秒の遅れを取り戻すために一生懸命新快速は前へ前へと進んでいます。
回復運転といえど、関西の新快速が基本デフォルト平均どれぐらいでこの区間スピードを出しているのかっていうのは体感的に分からなかったんで、僕は何とも言えませんでしたが、でもまあ結構スピードは出てるのかなと、そんなの感覚値で思いましたね。湖西線は途中山科駅までですが、この列車僕は大阪付近まで乗車をしました。せっかくなので回復運転の様子を最後ご覧ください。というわけで今回は JR 湖西線に乗車をしてきました。皆さんも機会があればぜひサンダーバードそれから新快速でこの湖西線を体感することができます。ぜひ乗車をしてみてください。それではありがとうございました。ひろき鉄道チャンネルの今日の一言。